はい、どうも皆さんこんにちは、かまちゃんです。こんにちは。はい。そして今日やるゲームも、この花ですね。はい、この花4。もう4つ目ですよ、この花も。はい。1から、3までやってきましたけど、この4で、基本的には一度区切りみたいですね。まあこの後もう続けようと思えば続けられるんでしょうが、開発自体がおそらくもう立ち上がらないと思うので、まあ実質的なラストになりますね。はい。ただまあ1から、3までやってきて、この花すっかり好きになったのでね、最後の4、楽しみながら最後までプレイしていきたいなと思いますよ。この花4スタートしていきたいと思います。あれらしいですよ、今度の事件は、また学校の外、なんか修学旅行の時に起きるみたいですよ。特急列車の車窓から僕はぼんやりと外の景色を眺めていた。重たげに稲穂を垂れる田園がどんどん前から後ろへと流れていく。学生たちで満席の車両内はまったりと落ち着いた空気が漂っていた。ほとんどの生徒が眠り込んでいる。目の下にクマを作っていたりするが、みんなの笑顔は充実感にあふれ、とても幸せそうだ。目を覚ましている生徒も彼らの眠りを妨げないようにおしゃべりのトーンを下げたりして気遣っていた。僕、桃井めぐるの通うこの花学園の修学旅行は今日が7日目。最終日だ。7日目?修学旅行ってそんな、泊まるの?一般的にそんなもん?7日目ってすごくない?3日とかじゃないの?それともこの花学園が豪華なだけなのかな?静かになった。僕は深く息をついて両隣に視線をやった。いいね、京都かな、修学旅行っていうぐらいだからね。まあ7日間も京都に行って何するかって話だけど。マグロくん、もう一袋買ってきて。3人掛けの右隣の席で前髪を短く揃えた女の子が寝言を言った。小さな手にしっかりと京都限定発売しば漬けポテトチップの空き袋を握りしめている。久しぶりだね、立花さん。彼女は立花美也子さん。大きくて好奇心あふれる瞳が目立つ、綺麗というより可愛い印象の子だ。立花さんは僕の所属する新聞部の部長。部長といっても実は部員は僕と彼女の二人だけで、学校から公式に認可もされていない。早い話、自称っていうやつだ。なんとかして認められようと彼女と僕はいくつもの事件を解決してきたんだけれど、残念ながらまだ進展はない。忍もいますね。もう1から3までやってますと、もうキャラに愛着が出ちゃってね。すいません、ちょっとよだれが出てしまいました。心臓が跳ね上がった。僕の左隣で寝入っている、髪が軽いブリーチのかかった女の子が寝返りを打ち、顔に寝息が降りかかったのだ。ちょっと忍。彼女は桜田忍、僕が以前通っていた学園での同級生で、僕との決着をつけるという理由で転入してきた。結局最近はあんまりそんなこと言わなくなってきたけど、よほどぐっすり寝入っているのか、彼女のちょっとすり上がった目は固く閉じられたままだ。いつもクールな言動をとる忍はちょっととっつきづらい印象を与えがちなんだけど、寝顔は意外にも無防備であどけない感じがする。見ちゃったわよ、桃井くん。新キャラ来たね。誰だ。ハンカチで手を拭きながら通りかかった女の子がにこやかに話しかけてきた。この花4が不吉。
彼女は大見優子さんといって奔放な立花さんについて行ける数少ない人だ。大見さん、大見さん、大見さんじゃない。美和子には黙っといてあげるね。意味深な言葉と笑顔を残し、大見さんは自分の席へと戻っていった。なんか変な誤解でもしてるんじゃないのかな。座席中央に女の子二人に挟まれ座っている。確かに世間一般の男子から見れば夢のようなシチュエーションだけど、怒涛のうちに過ぎた7日間を思い返すととても喜ぶ気になれない。例えばあるお寺で石庭っていうの、石庭っていうのかな、石庭、石庭の見事な波模様に見とれているとき、さっさと先に進もうとする立花さんとゆっくり見たいという忍の二人に挟まれて、正直生きた心地がしなかった。こんな調子で僕は立花さんと忍に引きずられるまま慌ただしく日程を消化していった。旅行初日より確実に肩が凝っている。まあ今回は事件らしい事件がなかっただけマシだったかな。あれこれ思い返しているうち、僕は自然と首を漏らしていた。列車の振動が心地いいし、このまま僕もみんなと同じように眠っちゃおうと目を閉じた時だった。とさとさ、突然両肩がずしりと重くなって僕は全身を硬直させた。ほのかに甘い香り、制服越しにじんわりと伝わってくる重みと温かさ。そう、僕の両肩に立花さんと忍がもたれかかってきたのだ。そうなんだ。いや、なんか文面的に誰かが両肩におっぱいを乗せてきたのかと思ったよ。薄目で開けると二人の寝顔がすぐ目の前にあって、僕は慌てて目を閉じた。鼓動が一気に早まっていく。どうしよう、左右とも腕が塞がれてしまって二人とも起こさないようによしやるのは難しい。でもこのままの体勢でいたら二人が目を覚ました時に何て言われるか分かったもんじゃない。そうだ、僕もぐっすり眠っちゃって気がつかなかったことにしよう。そう覚悟を決め、一瞬にして汗ばんだ手を握りしめたその時。キャー、突然女の子の悲鳴が聞こえてきて、僕はピクリと目を開けた。何？起きた。久しぶりだね、立花さん。懐かしいよ。立花さんと忍も飛び起き、悲鳴の聞こえてきた方角、後方をキリッと見せた。デッキの方ね。めぐるくん、行きましょう。あ、待ってよ、立花さん。なんだろう、めぐるくんの顔変わった感じしない？気のせいかな。忍の言葉にうなずいた立花さんは、優が早いが通路を走り出した。僕も忍も後を追う。順次ですか。というわけでオープニングですね。なんか列車の中でキャーとか言うとユーラシアエクスプレス事件を思い出してしまうんですが、あ、こいつ出てくんだ。なるほどね。渡るでしょ ?3 の時に出てきた。バフですね。うほ。
なかなかいい歌だった。デッキの前にたどり着いたのは僕たちが最初のようだった。わずかにドアが開いている。どうした？ドアを開けた僕は目の前の光景に顔をしかめた。ちょっと人が倒れてるけど、その横にいるミコの方がちょっと、ぎょっとするんだけど。紺色のスーツを着た男が口から血を吐き、血？口からお茶を吐きじゃないのかな？口から血を吐き倒れ込んでいる。かきむしったように胸元に突き立てた両手が壮絶な苦しみを味わったことをまざまざと僕たちに見せつけている。こればかりは何度見ても見慣れるものじゃない。そして僕の視線が倒れた男の顔を捉えた途端体が固まった。まさか。そんな。え？知り合いなの？先生。倒れていたのは千菊剛先生だった。病気で入院した担任の先生の代わりにしばらく前から臨時教師として古文を教えてもらっている。非常に明るく爽やかな先生で女子にもかなり人気があった。現についさっきまで座席で笑顔を見せていたというのに、それが今となってはカッと目を見開いて光のない瞳を晒している。未だ目の前に倒れている人が千菊先生だとは信じられなかった。先生の足元にコロコロとラベルが緑のペットボトルが転がっており、むわりと表現、むわりと甘い抹茶の香りがする。あれを。ミコ、突然聞こえた絞り出すような小さな声に僕はそちらに顔を向けた。先生のそばにメガネをかけた髪の毛が腰まである女の子が真っ青な顔をして座り込んでいた。袴姿に星形のペンダントをかけた特徴的なスタイルの彼女に僕は見覚えがあった。確かすずちゃんといったような、知ってんだ。目をそらしたくても体が動かない、そんな呆然とした表情のまま彼女は震える指で千菊先生の脇を刺した。僕は息を呑んだ。そこには中央部を釘で貫かれた白い髪の人形があった。この前神社で聞いたの、私だ。立花さんのささやきに僕は無言でうなずいた。僕たちは数日前これを人型というのだと目の前で怯えるすずちゃんから教えてもらったばかりだった。そしてもう一つこんな言い伝えも。ご神体の呪いを受けた者の亡骸には釘を打ち付けた人形を残される。ふん。呪われたってことか。まさか呪いじゃ。ゾクリと背中に冷たいものが走って僕は思わずつぶやいていた。すずちゃんがヒッと息を詰める。もしかして。じっと千菊先生を見つめていた忍がつかつかと先生に近づき、口元に手のひらを近づけた。まだかすかに息があるわ。いつまで持つかはわからないけど。私、車掌さん呼んでくる。あと順次も、順次も。僕も行くよ。助手のあなたまで行く必要ないわ。それよりも現場の写真、きちんと撮っておいて。夕が早いが、立花さんは僕を置いてデッキを飛び出していった。写真なんて撮ってる場合じゃないんじゃ。まずいわね。一刻も早く病院へ運ばないと危険だわ。でも電車の中なんでしょ。先生の様子を伺いながら忍が眉間にシワを寄せる。それじゃあ何か応急処置とかしなくちゃ。いえ、下手に触らない方がいいわ。車掌さんが来るのを待つべきよ。それよりも今は宮子さんの言った通り写真を撮っておくのが賢明だわ。いきなり事件が始まったね。そうだね、わかった。僕の携帯は災難続きで早くも3台目になっていた。この間買い替えた携帯にもカメラ機能がついている。僕は携帯を取り出しデッキの様子を写真に収めた。何回かシャッターを切り終えたところで車掌さんが駆けつけてきた。もちろん立花さんも一緒だ。先生たちも集まってきて騒然とする中、僕たちは座席待機を
言いつけられた。ちょっとひどい扱いじゃない？私たちは人命救助に貢献したっていうのに。人命救助、写真撮ってただけだけど。デッキのドア近くで立花さんはちょっとむくれていた。お礼の言葉もそこそこに押し出されてしまったのが相当悔しかったらしい。仕方ないよ。このまま僕たちがいてもこれ以上役に立てることはないさ。それより席に戻ろう。ちょっと待って、桃井くん。あなた、立てる？はい。振り返ると忍が鈴ちゃんに手を差し伸べ立ち上がらせているところだった。急いで僕も肩を貸したけれど、彼女の膝はガクガクと震えていて、支えがなければ今にも崩れ落ちそうだ。あんな現場を見てしまったんだ。無理もない。ちっちゃい鈴ちゃんだったよね。どうして君がこの列車に？あの私ある用事で山梨に向かっていまして、それでそれにしてもそのままの服で来ちゃったんだね。か細い声で鈴ちゃんはゆっくりと答えた。彼女とは旅行中とあるきっかけで知り合った。まさかこんなに早く、それも意外な形で再会するなんて思わなかったけど。私偶然通りかかって、そしたらあんな少し間延びしたような喋り方をしつつ、メガネの奥に覗く垂れ気味の目の縁にじわりと涙がにじみ出していく。凄惨な場面を思い出してしまったらしい。すずちゃん、その僕は。お話し中のところ失礼いたします。お客様、少々お時間よろしいでしょうか。うまく慰められずにいるところへ車掌さんがやってきた。第一発見者として詳しい事情を聞かせてほしいのだという。すずちゃんは一瞬不安そうに僕たちを見た後、和服の袖をギュッと握って了承した。デッキを出るとき、もう一度見たすずちゃんの背中は、とてもか細く孤独に震えているようだった。さあ、めぐるくん、早速捜査開始よ。なんかあれだね。やっぱこう見ると、絵が、悪い意味で、質が落ちたね。悪い意味で質が落ちた。質が落ちたの中にいい意味一個もないような気はするけど、うん。悪い意味で質が落ちてるね。なんか2とかの頃はさ、もう完全にアニメの切り抜きぐらいクオリティ高かったんだけど、この背景のクオリティの劣化具合ときたらすごいね。完全に同人芸クラスに落ちてしまいましたけど。自分の座席に腰を落ち着けた途端、早速立花さんが凛と光る目で言い放った。天菊先生が何らかのアクシデントに巻き込まれたのは明らかよ。なんかケツの穴みたいな名前の先生だね。ジャーナリストを志す者としてこのままぼーっとしているわけにもいかないわ。今こそ真相を暴いて新聞部の底力を見せてやるのよ。ジャーナリズムとかは置いておくとして、調査は賛成よ。こんな後味の悪い修学旅行認めない。学園に戻るまでに全部解決してみせるわ。忍もそう言ってブレザーのポケットからメモ帳を取り出す。ぐっと唇を噛みしめていた。そうだね。僕はうなずいた。お世話になっている先生がトラブルに見舞われたのに、ただぼんやりしているのは申し訳ないし悔しい。よく言ったわ。それでこそ私の見込んだワトソン君よ。立花さんは腰に手を当て満足げににっこりとした。そのワトソン君って呼び方だけはやめてくれないかな。さてめぐる君、意欲のあるところを見込んであなたに調査権を与えてあげるわ。どこから調べる？どこから調べる？現場の写真、事件前の千菊先生のこと。多分この菊っていう名前が悪さをしてるんだと思いますけどね。千菊先生の。うん、現場の写真にするか。それじゃあ、さっき撮った現場の写真を見よう。携帯。懐かしい携帯持ってんな。
僕は携帯を操作し、液晶画面に現場の写真を表示させた。立花さんと忍が両隣から手元を覗き込む。床には飲みかけのペットボトルが転がって、こぼれた中身があたりを濡らしている。先生はこれを飲んで倒れたのかな。きっとそうよ。毒物か何かを仕込まれたに決まってるわ。あ！どうした？そう言うと彼女は僕の携帯を取り上げた。立花さん、いきなり何するのさ。ほらほら見てこれよ、これ。京都限定抹茶風味マピー、これが飲みたかったのよ。なんか立花さん、タピオカが流行ったらもうアホほどタピオカ飲み倒しそうな性格してますよね。これにそれだけ食いつくってことは。マピーは僕のお気に入りの乳飲料だ。確かに見覚えのあるロゴが緑のラベルに、共有前風のデザインで印刷されている。そんなこと言ってる場合じゃない気がするけど、僕は黙ってうなずいておいた。あと目立つのは、釘が打ち付けられた人型だけね。そうね。忍が全く同じ白い髪の人形を取り出した。僕たちは三人ともこの人型を持っている。すずちゃんと出会った時、お守りとしてプレゼントされたんだ。人型の意味を知っていて、この中に持ち込めたのは、僕たち以外にすずちゃんしかいないってことになる。そうなの？しかも彼女は、千菊先生の第一発見者よ。ペットボトルに毒を入れることも十分可能だわ。いきなり？忍がさらさらとメモ帳にすずちゃんの名前を書き込んだ。だけど、千菊先生のこと知ってたのかな。それに考えてみれば、第一発見者、人形とくれば、すずちゃんが疑われることは容易に予想がつく。彼女が犯人なら自分が疑われるのに、わざわざそんなことをするだろうか。そんなことは、後で調べてみればわかることよ。次はどうする？もう一個調べられそうだ。結局どっちも調べられるんだね。事件前、千菊先生って何してたのかな。千菊先生は僕たちのクラスの臨時教師だ。同じ車両に乗っていたはずだけど、僕は景色をぼんやり眺めていたからよく覚えていない。立花さんも忍もぐっすり寝ていたから記憶にないという。周りのクラスメイトたちにも尋ねてみたけど、ほとんどの生徒が眠っていたり、友達同士の会話に夢中になっていて、詳しいことはわからなかった。しかし一人だけ数十分前に先生と会ったという生徒がいた。なんと大見さんだった。お手洗いから帰ってきた時だったかな。隣の車両を通った時、先生が鵜飼さんから飲み物を譲ってもらっていたのを見たの。ちょいちょい出てくるね、この子ね。その飲み物って何だった？マピーだったような気がするけど、見たことない緑のラベルのペットボトルだったし、はっきりとは。もうそれが重要なのに、なんで見てないのよ。そんなこと言われても、鵜飼さんの飲みかけだったのに。鵜飼さん、先生が平気でもらってたから。それに鵜飼さんって誰？ところで、鵜飼さんって誰？どうですか。どうですかも何も。だいたいカマちゃんね、この登場人物たちの思考の一歩先を行ってますからね。鵜飼さん誰って言ったそばから鵜飼さん誰って来たよね。もうこういうとこですよ、カマちゃんは。去年、私と宮子が同じクラスだった子よ。鵜飼直子。ほら、自由行動の時にもあった。あ、大見さんがパンと手を叩いた。そうだ、そういえばその後、男の人が来たわ。その後、一緒にどこかに行ったみたいだけど。鵜飼さんって女の人だよね。その女の鵜飼さんが飲みかけのペットボトルを先生にあげたの。なんか状況がよくつかめないけど。どうやら千菊先生はその男と一緒にデッキへ向かったらしい。その男の特徴、詳しく教えてもらえるかしら。忍がさっとメモ帳を取り出し、情報を書きつけようとする。ごめんなさい、私からはちょうど影になっててよく見えなかったの。肝心なことなのに。もう何でもいいから、なんかないの？
何か言ってたとか、なんか変な匂いがしたとか。変な匂いって、それはいくらなんでもないんじゃないかな。確か先生、その人のこと、ソメイって言ってた。またお前か、ソメイって。ソメイ？名前かね？なんだろう。でも、またっていうことは、青見知りだったってことね。そうね。青見さんから聞き出せたのはこれで全部だった。怪しい男、ソメイね。立花さんが拳を握って繰り返した。俺だって動機は思いつかないわね。なんか決め手に欠ける感じがするわ。立花さんがいつの間にか食べていたポテトチップの空き袋をぐちゃぐちゃと丸める。ならこの辺りでもう一度情報を整理してみましょう。新たな切り口が見つかるかもしれないわ。いきなりだね。忍が聞き込みをまとめたメモを取り出す。僕も携帯のカメラで撮った写真を画面に映した。今のところ先生が飲んでいたマピーに毒を入れることができたのは二人だね。一人は千菊先生の第一発見者であるすずちゃん。うん。現場に残されていた人型を持ち込めて鎧のことを知っているのは彼女だけね。でも先生との接点がわからないわ。それからもう一人はソメイという男ね。彼がデッキに先生を誘い出した時に何らかのトラブルがあった可能性が高いわ。うん。そうすると一番怪しいのはその男よね。それじゃあ早速彼を見つけて事情を聞きましょう。ちょっと待って、容疑者ならもう一人考えられるんじゃないかしら。誰？じっとメモ帳を見つめていた忍が張り切って立ち上がる立花さんを引き止めた。鵜飼という女子生徒も怪しいと思うわ。ああ、そうね、そうそう。鵜飼さん。ただ名前だけいろいろ出てきてるからちょっと顔が出てこないとふわっとしてるな。千菊先生に飲み物を渡した人よ。毒を入れるチャンスが十分あったはずだわ。飲みかけのを渡したわけだからね。しかし立花さんはあっさりと首を横に振った。ううん、それは考えられないわ。だって鵜飼さんが渡したのは飲みかけのマピーだったんでしょ。つまり鵜飼さんが飲んでいた時点では毒が入っていなかったことになるわ。彼女に犯行は不可能よ。立花さんバカですね。飲みかけならさ、別に渡すときに毒ポチャッと入れて渡せばいいじゃん。なんで最初から毒を仕込んだ前提で自分も飲み始めないといけないの？それじゃ結局これまで調べたことだけじゃ事件を解決するのは難しそうだね。どうすればいいかと悩んでいたとき立花さんがポンと手を叩いた。そうだわ、千菊先生の荷物を調べましょう。何か新しい発見があるかもしれないわ。でも勝手に覗いちゃっていいのかな。大丈夫よ、スクープは地道な取材の中から生まれるものよ。事件の手がかりだってどんなところに潜んでいるかわからないわ。なら聞くけど、めぐるくんには何かいいアイディアでもあるの？それはないけど。ほら見なさいと立花さんが自信たっぷりに胸を張った。先生の荷物は座席上の網棚にあるはずよ。取ってくるわ。そう言って忍が持ってきたのはモスグリーンの重量感あふれるリュックサックだった。中を探ってみるといろんなものがどんどんと出てくる。パンパンに膨らんだ筆入れ、分厚い陰陽道の本、細かい書き置きのされたノート、縁結びのお守りもあった。縁結びのお守りなんてなんだか意外な感じがするけれど。あ、デジカメがあるよ。僕は勘を頼りに操作し、液晶画面に写真を表示させた。神社とかお寺の写真ばっかりね。アングルもちょっと地味だわ。資料用に撮ってるんだから、アングルにはこだわらないんだよ、きっと。どうした？不意に表示された写真に僕は目を疑った。古ぼけた一枚の鏡が薄暗い中に祀られている。ここらの、ご神体？ご神体。鏡には木の文字が
書かれている。間違いなく僕たちの見た神社のご神体だ。先生もあの祠のご神体を見ていたのね。忍の額にうっすらと汗が滲んでいる。やっぱりご神体の呪いを受けたっていうの？まさかね。そう言いながらも立花さんの手はすずちゃんにもらった人形をきつく握りしめていた。なんでもらったの？もらうとなんか魔除け的なやつがあんのかな。僕はその場の気まずい雰囲気を変えようと何気にノートを手に取りパラパラっとめくった。ノートいっぱいに事細かに書かれたページが続く。紙の端にはこのノートのデザインであろう花のような模様が書かれていた。ん？これどこかで見たような。先を進めていくと一部分ちぎったページがある。桃井くん、どうかしたの？この模様見覚えがあってさ、ちょっと待ってて。僕はポケットに入れっぱなしになっていた紙切れを取り出すと二人に差し出した。旅行中旅館の前で拾ったんだけど、何のことだかさっぱりわからなくってさ。まさにこれじゃないですか。紙切れの端にはノートと同じ模様が書かれていた。そして黒のコンビニで待つ新太の森の恨みのクスの葉でいいのかな、クズの葉という走り書きの隣に数字が書かれていないアナログ時計のイラストが添えられている。その針は10時を示していた。僕はノートのちぎれた部分にジグソーパズルのように紙切れを当ててみた。よくめぐるくんこれ拾って取っといたね。絶対ゴミでしょこれ。ということは、これは千菊先生のだったのか。そうね、こんなわけわかんない暗号を作るのは千菊先生しか考えられないわ。寝かしたわよ、ワトソンくん。立花さんが興奮し、僕の頭をくしゃくしゃと撫で回した。忍は冷静に暗号に幾度も目を通している。謎は三つね。一つ目は黒のコンビニの意味。二つ目は和歌の引用。そして三つ目は時計のイラスト。文面からすると、千菊先生はどこかのコンビニで誰かと待ち合わせをしていたのね。うん。その人物との間に、何かトラブルがあって先生は車内で毒を飲まされた。つまり待ち合わせしていた人物が犯人ってことになる可能性は高い。わざわざ暗号にするぐらいだから他人に知られては困る人と会っていたってことが考えられる。これだけでは断定はできないけど可能性はあるね。お客様にお知らせします。当車両はお客様の急病のため次の駅に緊急停車いたします。車内に流れるアナウンスを聞きながら僕たちは頭を悩ませていた。すずちゃん、うかいさん、そしてソメイという男。誰が犯人だとしても千菊先生を狙った動機がわからない。そしてこの謎の暗号、これこそ事件を解くキーになるのかもしれない。もしかして修学旅行中に何かの予兆があったのだろうか。僕たちがそれを見落としていたとしたら、僕は流れゆく外の景色を眺めながら旅行中に見たことを詳しく思い出していった。